サント・ニランカーリー・ミッションは、デリー、インドのアウトベースの精神的な組織です。サント・ニランカーリー・ミッションは、新しい宗教でも、既存の宗教の宗派でもないが、生きている真のマスターの恵みを通して探求者が神を実現するのを助けることによって、人間の福祉に捧げられた包括的な精神運動として、自分自身を識別し、 刺激を与えます彼らは忠実な地球市民として生きるために。ミッションは1929年にババブタ神によって設立され彼は一つの形のない全能の神を知り気づく道を示し始めた。これがサントニーランカリミッションとサトグルの伝統が開始となった。ミッションには世界中に3000を超えるセンターと数百万のフォロワーがいます。 サグルマタシュディーク社寺は2018年7月17日以来6番目のミッションのスピリチュアルヘッドです。ババーブターシンがババアブタシンと出会った1929年5月25日に正式に始まりました。ババーブターシンはこの使命を大衆に伝えるためにババアブタシンに加わった。1943年、ババアブタシンは彼の地位をババーブタシンに引き継ぎました。 A.V. タール・シンは分割後にデリーに移り、1948年に彼のグループをサンニ・ラン・コリーズとして登録しました。彼は1962年にガービーカン・シングに引き継がれました。サン・ノライ・コリーズは1950年代から正統派の宿教徒と衝突し、グルバちゃん、シンの宗教的行動の一部によって緊張が高まり、1978年の シークにランカリの衝突と、さらなる事件で最高潮に達しました。グルバチャンシングは1980年に暗殺された。当然のことながら、誰もがこの行為を嘆き、避難し、彼らの忍耐と寛容は深刻なストレスに、さらされていた。前者は、ミッションが平和のために、最も重い代償を払ったことを示しました。以前、60人以上の主要な宣教師の寛容は、 彼らが全く彼らのものではないことが判明した過失のために約2年間司方交流の苦痛を受けることを余儀なくされた時に最も困難な試練にさらされました。今、ミッションはその精神的な指導者を失いました。彼の唯一の欠点は彼が真実と平和を説教したことでした。里グルババハルデフシングジマハラジによる最初の聖なる談話とそこに含まれるメッセージから 彼のこれからのビジョンを理解することができました。愛と平和のメッセージを広め続け、すべての人の善意を祈る信者への彼の呼びかけで、悲惨な事故は避けられました。ミッションの信奉者たちは、あちこちで生命と財産の両方の面で苦しみ続けていたことは間違いありません。真実の声は、平和、愛、謙遜、寛容のメッセージを伝えながら、広範囲に広がりました。 2016年、サグルマタシビンダーハルデブジは、ババハルデブシンジマハーラージャを、ミッションのスピリチュアルヘッドとして引き継ぎました。2018年、彼女は健康状態の悪化に屈する、数日前に、マタスリクシャサビンダーハルデブジを、スピリチュアルリーダーとして宣言しました。ババブタシンジは、現在のパキスタンのハドワル村で生まれました。彼は、子供の頃から霊的に傾いており、 聖典を深く愛していました。思いやりと親切で、彼は永遠の真実の探求者でした。1913年、回収の中で、彼が霊的な賛美歌を歌っている間、涙が彼の目から転がり落ちました。彼を見て、バイサーヒブカハンシンジは、歌シンジに尋ねました。あなたは、あなたが呼んでいるものを知っていますか彼を、絶対的に知っているだけで、実際に、 あなたの祈りを意味のあるものにすることができます。ババブタ神事はすぐに彼が真のガイドとメンターを見つけたことに気づきました。彼はすぐそこの下半神事から神の知識を受け取りました。その後14年間彼は真実の光を広めるために至るところを旅しました。1929年に彼は三ランカリミッションを設立しました。 1943年に、困りで全農者と合併する前に、ババブタ神寺は、彼の目の肥えた弟子であるアブター新寺に、任務の責任を引き渡しました。ババエヴィタール、神寺は、1899年12月31日、現在のパキスタンのラティファル村で生まれました。彼は正直で、勤勉で、本質的に非常に宗教的でしたが、永遠の真実を忘れていました。 1929年5月に、ババブタ新人に会ったとき、彼は、型のないものの真の認識に恵まれました。それ以来、エーブイタール、新人は、彼の生涯を彼のサグルに捧げました。1943年、ババブタ新人は、彼の死すべき姿を去る前に、真実のバトンを、ババアブタール新人に手渡しました。ババエーブイタール、新人は、愛情と信仰を持って、 彼の信者によってシャンシャクチーと呼ばれました。インドパキスタン分離独立後、ババ、アブター・シンジは、インドのデリーにサント・ニランカーリー・マンダルを設立し、急速に拡大するミッションの活動を実行するための効果的な行政構造を提供しました。彼はサンプラナ・ブターバニを通して深いメッセージで人類を祝福しました。彼の注目に値する貢献には、 儀式と迷信の連鎖を断ち切るように人々を教育し、力を与えることも含まれます。彼の演師、信じられないほどの勇気と誠実さは何千人もの信者を刺激し続けました。1962年、ババアブター・シングジは、ミッションの責任をババ・クルバチャン・シングジに委ね、彼の残りの人生を通常の信者として導くことを決定しました。次の約7年間、 彼は、里グルババグルバチャンシングジのレンゲの足で完全に降伏して人生を送りました。1969年9月17日に全農者と合併する前にババグルバジャン・シンジは、1930年12月10日、現在のパキスタンの都市、ペシャワールでババエブイタールシンジーとマッティブワンティジーの家族に生まれました。彼は、子供の頃から静かで、シンプルで、 本質的に用心深い人でした。インドパキスタン分離の激動の時代に、彼はワウナンミンキャンプで虫無,無欲に奉仕しました。それは管理者に非常に感銘を与え、キャンプ全体の責任をグルバャンシンジに引き渡しました。彼はクルウンカージと結婚し、クールアンとカルギーは、後にシャンシャクチーによってラジマタの称号で飾られました。ババ、グルバャンシンジは、 1962年にミッションを率いる精神的責任を引き継ぎ、真実、愛、平和の光を世界中に広めるために広範囲に旅をしました。彼はまた、教育、健康、エンパワーメントの分野で数多くの社会的公用プログラムを開始し、実行しました。大量結婚、中毒者の禁欲、学校や大学の設立などの主要な革命的措置は、ババ、 グルバちゃん真事によって取り上げられました。彼の有能な管理、モチベーション、ガイダンス、シンプルな生活、そして社会的認識はすべてに刺激を与えました。ミッションの人気が高まるにつれ反対派も高まり始めました。使命の勢いを妨げるために悪意のある人々によって多くの努力がなされました。そのような罪深い事件の一つで、ババ グルバちゃんシンジーは1980年4月24日に人類のために命を落とさなければなりませんでした。ババ、ハルデフシンジーは1954年2月23日にデリーでグルバちゃんシンジーとクルワントカウルジを両親として生まれました。幼い頃からハルデブシンジーは波外れた人格を持っていました。彼は 多くの悟りを開いた生徒たちと一緒にいることを祝福されました。彼はいつも平和で忍耐強く行動していました。1980年にババグルバちゃん神字が突然亡くなった後、彼は2ランカーミッションの取り乱し苦しんでいる信者にこれらの崇高な言葉で演説しました。彼の人生を築いた。現在トグルとしてミッションを率いるババ、 ハルデフ神事によるこれらの深淵な言葉は信者に絶望されていた安定と方向性を提供しました。平和と真実の大使として、ババ、ハルデフ神事はインドと海外で数多くの救いのツアーを行いました。平和共存、壁のない世界、一体感の調和など彼のユニークなメッセージ、みんなに感動を与えただけでなく多くの人の生活を変えました。国連は ババジの教えの広範な影響を認識し、2012年に特別競技資格を与えられたサンニーランカリミッションを称えました。その後、2018年に一般競技資格にアップグレードされました。神聖と人間性の救世主であるババ、ハルデフ神ジは愛の純粋な擬人化として明確に説明することができます。彼の威厳、シンプルさ、創意工夫、粘り強さは、 ミッションに多面的なアウトリーチをもたらしました。彼の魅惑的な笑顔神聖な魅力、甘い言葉、思いやりのある心、謙虚な自然、そして無条件の許しは、これからの世代の心と心に消えない記憶として刻み込まれ続けます。人類は2016年5月13日、カナダでの霊的集会に出席するために旅行していた時に、 不幸な事故で体形を失いましたまたシビンダー・ハルデブ、ジ・マハーラージャは子供の頃から勇敢で思いやりがあり、謙虚で心の広い魂でした。彼女は1957年1月12日に生まれ、献身と謙虚さを大切にする家族で育ちました。サビンダー・ジは完全な信仰と幸福を持って精神性の道を歩みました。ハルデブ、シンジと結婚した後、 彼女は尊厳、愛情、シンプルさ、そして献身で家族と社会的義務をすべて果たしました。彼女は36年間の彼の救いのツアーの間に、ババ、ハルデフ・シンジに同行し、世界中に愛と平和のメッセージを広めました。ババ、ハルデフ・シンジが物理的な形で悲しく突然出発したとき、またサビンダー・ハルデフジマハラジは、 サンニランカリミッションの五番目のサトグルとして現れました。彼女自身の肉体的及び感情的な苦痛を脇に置いて、サグルマタジは彼女の母親の温かさで何百万人ものニランカー教徒の信者を祝福し、非常に試練の瞬間に彼らを安心させました。彼女は全能の神の意志を受け入れ、信者の間でも同じことを説き、 グルデフ・ハルデフの教えと大衆の間での使命への神聖なメッセージを引き継ぐように彼らを舞しました。サグル・マタジは大きな決意を持って神の知識の精神的な旅を進めました。形のないニランカーに合流する前に、マタサビンダージはマタス・リクシャジマ・ハラジをミッションの6番目のサトグルとして宣言することによってサトリの神聖な席を飾りました。 サグルマタシビンダーハルデブジマハーラージャは人類の歴史の中で私服と力の灯台として常に記憶されています。マタジは2018年8月5日に型のないニランカーリーに統合されました1985年3月13日、ババ、ハルデフシンジと3人の姉妹の末っ子であるマタ、サビンダージの聖家族に生まれたスディクシャジは忍耐力、強さ、 信仰、知恵で常に際立っていました。彼女は学生生活の中で常に苦しい区の美徳を支持していました。彼女は心理学の学士号を取得しています。人生で困難な状況に直面した後でも、スリクシャジは2ランカーへの信仰を失うことはありませんでした。彼女は常に彼女の周りのすべての人にとって力と喜びの柱でした。 2018年7月16日に、マ、ま、タサビンダーハルゲフジマハラジがミッションを率いる世話を彼女に手渡したとき、ブラリでの式典で、サトグルマタスディクシャジは、謙虚に敬意を表し、真実のメッセージを広めるという大きな責任を受け入れました。マ、ま、タシュディークシャジは、信者、特に若者を、義にかなった、規律のある、意味のある道へと継続的に動機づけ、導き続けてきました。 彼女は神を知ることがバランスの取れた至福の人生を送る唯一の方法であると信じ、説教しています。サグルマタジがニランカーミッションの6番目のマスターとして封建されて以来、彼女は魂とオーバーソウル、形のない神とのつながりを確立することによって愛と平和のメッセージを広めるためにインドの隅々まで旅してきました。 彼女の世界中のツアーは、若者たちの揺らぐ心を安定させ、方向性と目的の両方を与えました。彼女の人生のパートナーであるラミットちゃんと同じ牧師は、この慈悲と人間の福祉の道を彼女と肩を並べて歩いてきました。インド国内外で開催された、ニランカーユースシンポジウムの旅は、里車たちのビジョンを鮮やかに浮かび上がらせます。NIS は、 革命的な一歩であり、若者は自分の考えを表現するためのプラットフォームを見つけ、疑問を系統的に理解しています。またシュディーク社辞は、人々に神を知ることだけでなく、真の本質において神を知ることを望んでいます。ミッションとそのボランティアが、封鎖によって、人々が元の場所に留まることを余儀なくされた、現在の COVID-19 危機の間に、 影響を受けた多くの人々に放出することができたのは、サグルマタジの祝福と指導によるものです。サグルマタシュディークシャ辞は、神の意志の受け入れを解き、あらゆる分野で最善を尽くし、チームとして一生懸命働き、私たちの社会の有機的かつ全体的な成長を確認します。彼女は、天然資源の懸命な利用、あらゆる可能な方法でのエネルギーの節約と保全を提唱しています。 したがって、簡単に言えば、サグルマタシュディークシャジマハーラージャは、模範を示すことを愛する、スピリチュアルマスターであると言っても、過言ではありません。すべての弟子の信仰を守り、あなたの献身的な人生は生きた模範です。雨であれ、燃える太陽であれ、あなたは唯一の人を目撃し、信じましたサントニランカリミッションは、神の実現を通して、自己実現を目指しています。 人間は神によって創造された他のすべての種よりも優れていると言われています。彼が永遠の真実と一時的な存在、現実と非現実、望ましいものと望ましくないものを区別することを可能にする知性を授けられたのは人間だけです。ただし、このためには何が真実で現実で望ましいのかを理解している必要があります。通常、 私たちは、私たちを取り巻くすべてのものを見つけます。それは日常生活の中で起こり、私たちが行うすべてのことは、真実、現実、そして事実の問題です。しかし、これらすべてを注意深く見ると、これらの現実は永遠に続くものでも、永遠に一定のものでもないことがわかります。時間、場所、人の変化とともに変化します。従って、 私たちに必要なのは、究極の真実、究極の現実、無限で永遠、時を超えて、誕生と死を超えて、場所を超えて、どこでも同じで、すべてのアイデンティティを超えてカーストや色に関係なく、すべての人にとって同じです。人種、宗教、国籍などそして、この究極の真実、究極の現実、この思考の永遠の無限の実態は、神です。 彼の形のない存在において何も存在しない時にそこにいたのは彼であり、すべてが存在する時に彼はそこにあり、そして何も存在しない時にそこにいるでしょう生物、または無生物。従って人間の生活の主な目的はこの形のない属性のない偏在する全知のそして全能の神を知ることです。これが私たちの生きる目的です。 それが成し遂げられ、神が私たちの考え、言葉、行動に還元づけられると、私たちは何が真実で、現実で、望ましいかを知ることができます。ですから、いつでもどこでも、どんな状況でも、心と神を結びつけなければなりません。これは人生を意味のある、楽しい、そして満足のいくものにします。これは完全な調和の状態につながり、ここでの生活を幸せにし、 来世の永遠の至福を獲得します。ミッションの信者は、ミッションの様々なセンターで開催される定期的な回収を通して、冷静を実践します。サントニランカリサマガムと呼ばれる毎年恒例の回収は、サマルカのサントニランカリスピリチュアルコンプレックスでも開催され、多くの信者が集まって、スピリチュアリティについての考えを共有しています。サンプラナブターバには、 三ランカリミッションのイデオロギーの鍵です。著者のニランカリババエイブリタール、神事にちなんで名付けられ、1957年にアバターバニというタイトルで最初に出版されました。ただし、その拡大版は1965年にサンプラノブッターバニとして公開されました。もともとは簡単なパンジャブ語の詩で書かれており、ウルデュ語とシンド語に、 いくつかの節がありますが、サンプランアバターバには、ミッションのメッセージを、あらゆる面で説明しています。神聖な宗教書として崇拝されていなくても、すべてのニランカーリーは、その信憑性を高く評価しています。サンプラン AV タールバには、グルムキー文字、デーバナーガリー文字、ウルドゥー語、ローマ字で、すでに公開されています。また、英語と、ヒンディー語、ウルドー語、ベンガル語、 グジャラアート語、ネパール語、マラーティー語、ガーワリー、ヘリアナビ、シンド語とテルグ語に翻訳されて公開されています。この至福の世界に飛び込んで見逃してはならない知恵を探しましょう。それはあなたに何百万もの栄光をもたらす興味深い物語と組み合わされた無限の楽しみを持っています。ニランカリ博物館は2005年2月22日に ミッションの4番目のサトグルであるババハルデブ・シンジーによって開館しました。博物館はニューデリーのサント・ニランカリサロバーコンプレックス内にあります。それは視聴覚と写真を通してミッションの歴史と重要な教えを描写します。大規模なスピリチュアルな集まりを表すために使用される用語であるニランカリサンサマガムはインドのハリアーナ州サマルカにある1400エーカーを コエルサントニランカリスピリチュアルコンプレックスの土地で開催されます。これはミッションのすべてのメンバーの年次日記のハイライトの一つであり、年に一回完全に調和し、熱意を持って集まります。サマガームは様々な文化、信仰、背景、人生の歩みからの人々が集まり、ニランカーとして知られている一つの形のない神の祈りと記憶に参加する本当に、 ユニークな機会です。世界中から1000人のセバだるユニットがこの機会に無視の奉仕に従事し、ミッションの高貴な仕事を管理するために1年、中精力的に働いています。これは、若者と高齢者を同様に関与させることにより、地域社会の貢献と奉仕の感覚をさらに促進します。この使命は、社会福祉部門を通じて、また、サントニランカに事前財団を通じて、 社会福祉と地域社会の発展に貢献してきました。ここでの根底にある原則は、謙虚に放出することによって、世界を癒やし、豊かにし、力を与えることです。ミッションは、インドの様々な都市で、多くの学校、大学、その他の教育機関を運営しています。これに伴い、若者向けの職業訓練機関が設立され、スキルアップが進んでいます。 若者のエンパワーメントと女性のエンパワーメントプログラムも定期的に開催されています。健康の分野では、ミッションは様々な健康診断キャンプ、目の健康診断キャンプを組織し、障害者や高齢者に医療援助を提供してきました。献血キャンプは約30年間組織されており、この度は進行中です。COVID-19 パンデミックの非常に困難な時期でも、 ミッションは、インドの様々な地域で、多くの安全でよく管理された献血キャンプを組織しました。ミッションの信者は、自然災害の影響を受けた、兄弟姉妹に救済とリハビリテーションを提供すると、共に、植林ドライブと清潔ドライブにも関わっています。無心の奉仕のこれらすべての努力は、1956年に、設立された、サンニランカリスイダールの形で既立あるグループを、 形成するミッションのボランティアによって行われます。ミッションはまた、コミュニティの包括的な健康と健康に対応するために、インドの北デリーにある巨大な朝鮮門病院であるサンニランカリヘルスシティを考案しています。ありがとうございます。